はい。どうも、宮本です。こんにちは。と明日、ルカが復刻するポぽいんで、ちょっとルカについて簡単におさらいしていこうと思います。まず、ルカの特性なんですけど、サドンステップシュートっていうスキルがあるんですけど、めちゃくちゃ速いシュート、止めにくいシュート、それのツーポイントの命中率が上昇します。で、あのー、バーストなんですけど、バーストはこれちょっと、文字的には動きが、動きがつかみづらいシュートって書いてあるんですけど、まあ、こんな感じのバーストなんですけど、結構カモになりやすいんで、これはちょっとあまりお勧すすめしません、ね、使うの。はい。 で、さらにこれを、これを強化することによって、えっと、一定の確率でアンクルブレイクさせることができるようになる、なるらしいですね。で、さらに強化することにより、一応キャンセルもすること、キャンセルもできるようになるっぽいですね。はい。で、次のスキルなんですけど、it's mine って言って、これスチールされても一定の確率でスチールされないよう後ろに下がることができます。さらにこれ強化することにより、ちょっとよくわかんないですけど、一定、 一定距離後ろに移動することができるっぽいですね。で、さらによさらに強化することにより、あの、スティールされてもすぐに味方にパスすることができます。で、次は、クロスオーバーが標準でできるようになってます。それは共通なんですけどね。で、これさらに強化することにより、ドライブ距離が増えるんで、さらに移動、移動距離が、移動、移動が多くできるようになります、ドライブ。さらに強化することにより、あの、接触半径が減るんで、さらに止められにくくなります。で、さらにえ、次の、 スキルなんですけど、まあ、ルカといえばこれですね。これだけの移動距離ができます。ルカの場合は。はい。で、さらにこれを強化することにより、クロスオーバーと組み合わせることができます。で、さらにこれは、あのー、まあ、ルカといえばもう一つはこれですね。サドンステップシュート。サドンストップシュート。これがめちゃくちゃ止めづらいんですよね。はい。これができます。で、 さらにこれ強化することにより、あの、クロスオーバーと繋げることができます。さらに強化することにより、ドライブサンドターンシュートと組み合わせることができます。これがなかなか止めにくいんですよね。正直、ルカも、普通は、ダブルチームで飛べるしかないですね。で、ルカに、で、ルカの訓練なんですけど、まあ、 必須は柔軟性とドリブルですね。まあ、ルカといえば、あの、ドリブルなんで。はい、柔軟性、止められ、止めにくく、止められにくくするための柔軟性とドリブルですね。あとは、ミドルとスリーとパスと、速度とジャンプと筋力などがお好みで、おすすめっぽいですね。はい。で、スキンなんですけど、スキンもお好みですね。アクセサリーの方は柔軟性がお,おすすめらしいです。共通スキルは、バックステップが必須っぽいですね。まあ、ルカといえばね、 ドリブルなんで、バックステップをつけることにさらに多彩な攻めができるようになります。現在のルカの状況なんですけど、ルカは、えー、っと、全 SF の中で使用率が最下位かな。最下位っぽいですね、はい。美化金でも重化金でもない中間ぐらいの1万から2万で取れるキャラなんで、その辺じゃないですかね。で勝率は良いんですね。添、は、付、い、なんですけど、初級はこんな感じで、 で中級はこんな感じで、高級はこんな感じです。クイックドライブ。はい。以上が今,今現在のルカの状況ですね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。